夜はお月様が綺麗ですね。世界の職業だった教師にちょっとは近いかなって思ったの。これまで以上に頼りにしてね。高山遥です。僧侶に変身。ゆうちゃんが怪我しちゃったら特別な手当てしてあげるんだ。どうするのかって？それはもちろん愛情たっぷりの木ヒロよ。見て見て、アルケミストになれたの。なんだかロマンを感じるわね。すごかったです。次回も頑張ります。私が戦士なの？腕力とか自信ないけど大丈夫かしら。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。席について。キララファンタジア始めますよ。お月様が綺麗ですね。
ゆうちゃんのためにも強くなるぞ。先生としてしっかりしなきゃね。夜こそ取引の時間、こっちは今だけ。会社に泊まってると。こんばんは。そろそろカンナもくるくるかしら。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインを。
さっさと終わらせる。本気を出して良さそうだな。痛いよ。どんなものでも武器にできる。神様のお力をお借りします。これはまずいぞ。後方支援は任せろ。反射で殺されたいのか。張り切っていくよ。こんなのもできるよ。悪いがここまでだ。ちょっと眠らせて。やるっきゃないよね。どうぞ。本気出しちゃおっと。ギブアップ。よーし。ウララの力、お見せします。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、はい、始めましょう。さあ、教えて、茶の葉たち。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放って。そばにいてくれ。どう対処しようか。今日通した。やるっきゃないよね。ほら、痛いよ。今日通した。
まだまだこれからだよ。こっち来るな。水着じゃ全然防げない。いい度胸。そんな。あ、こっち来るな。怒ったからね。平気だから。皆さん準備はいいですか。必殺。なんだっけ。行きます。アズニャン。もう力が出せないよ。やりました。準備はいいですね。そっか。そうだね。よーし、やっちゃうよ。勢いよく。まだまだこれからだよ。私も体を張らないと。あら、うん、今日どうしゃあ。これなら。ごめんなさい。ざっとこんなもんだな。いやいやいや。
何し…そうだね。そうね。はい。ありがとうございます。そうだね。私は八神子、ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。